こんにちは、ドクターの本上です。MC の立花です。杉浦ぼっちです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の企画、ビニボン VHS 杉浦ぼっちと AV 思い出話。アダルト、まあ、業界の移り変わりということをいろいろ考えていたときに、まあ、昔はですね、まあ、そのいわゆる VHS、まあ、エロビデオと言われるものから、まあ、DVD に変わり、そして今では VR だったりとか、あとはまあ個人がこう参入してですね、ポーンハバーとかいうなんかその個人でなんか活動していって収益を得ているような、まあ、時代ということでですね、形が変わっている、まあ、業界なんですけれども、まあ、そこでですね、まあ、昔は話というかそういった部分を話していければと思っております。まず先生とぼっちさん、あの年齢が2個違いですね。先生方が AV を見てた時代って VHS ですか？VHS、はい。それは買ってたんですか、それとも借りで、いやいや、買ったら1万5000円とかしちゃうから、あのそうですね、昔は60分1万5000円とか、そうそう、いや、もうレンタル、ね、レンタルってちなみにどこでレンタルしたんですか？街にある小さいビデオさんで、僕カーテン越しに開けると、はいはい、その AV があって、はいはいはい、昔確かによくありましたよね、その18って書いて、うん、でちょっとあの線が入って18歳以上しか入れない18禁のお店のちっちゃいビデオ屋さんみたいな、あれを高校生で入るのはすごい勇気だからそうそう、レンタルってちなみにどれくらいするんですか、値段的に。1000円、1泊2日も、1泊2日なんですね。1週間じゃダメで、それがだいたい安くなって300円ぐらいになって、はい、高校卒業、結構ね移り変え早くて、あ、早かった、最初は1000円ぐらいした、はい、うん、あれですね、なんか大手のビデオ屋さんがこう普及しだしてから、はい、あの結構一気に出た、一気に安くなりましたよね、うん、そうなんですね、そう、80年代、まあ、90年代から、まあ、結構いろいろな変化があったと思うんですけれども、ちょっと歴史上の話をするとですね、アダルトビデオの第1号は1981年5月に販売したビニボンの女記憶のぞきというビデオが1本目として出されたということなんですけれども、81年に宇宙企画というメーカーがあったということで、はい、あの宇宙企画って今でもあるんですけど、はい、あの要はザ・ AV みたいな、あの、はい、インタビューから始まって、あ、はいはいはい、ちょっと何か最初の絡みがあって、はい、ちょっとおもちゃフェラがあって、はい、最後 3P みたいな、はい、いわゆるザ・王道みたいな、その、はい、ビデオを作ったのが宇宙企画。84年から85年にかけて第一次美少女ブームと呼ばれる時代が訪れた。先生がよく小林ひとみと、ぼきさんは何か好きだった女優さんとか、でそれこそマリナさんとか、はい、まあ、僕マリナ様って呼んでるんですけど、はい、マリナ様とかダイヤモンド、はい、いわゆる村西さんの方のやつとか、 あと V&R さんとかが好きでしたね。村西徹さんの作品です。卑弥呼さん、そう、卑弥呼さん、桜木類ちゃん、あ、桜木類、懐かしいですね。はい、わかる、全然わかんないです。桜木類とかすごい人気だったね。それは80年代ですか？80年代かな、から90年代、90年代ぐらいですね、はい、さすがにそうですね、81年というと僕まだね10歳さすがにちょっと そこまでいくとちょっと早いから、はいはい、じゃあやっぱりまあ90年代にからっていう感じで、僕実はね、あの僕アメリカで育ったんですよ、はい、で、はい、7歳か8歳ぐらいの時についに、ね、アメリカの AV を見てます。親父じゃないやで。じゃあ先生の初AV っていうのは4万で、まあ、90年代には、本格的なセルビデオショップとして日本ビデオ販売が手掛けたビデオ安売り王というお店のチェーンを展開した。これビデオ安売り王っていうお店はお二人はご存知ですか？昔は結構いっぱいありましたね。いっぱいありました。黄色とオレンジかなんかの看板でなんか安売り王みたいな、あ、その時はもう販売っていうのが多かったんですかね。安売り王は基本的に販売でした、ね、あ、そうなんですね。だからすごい早くて、もう僕がもう18、19の頃にはもう DVD を買う感じでしたんで、ビデオを買う感じ、うん、でも安かったもん、もうすでに1000円とか1500円で買えた、はいはい、うちも昔ビデオデッキあったんですけれども、基本的にやっぱ一家に一台じゃないですか。だからダビングは、はい、レンタルしたビデオは一泊二日で返さないといけないから、はい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 、借りてきてテレビ映してそれをテレビそうこのビデオで撮るっていう。すごい、そこまでしてダビングしたかった。
いやそれはすごいですね。あのそれこそ昔あのラジオでこうカセットテープでまだ録音してたので、ね、ラジオの目の前でこうカチッて言って、ちょ喋んないでみたいな、それを見てそのビデオでやりましょう。まあでも確かにやっぱり今だとスマホとか、まあ、PC とかでですね、こうすぐに手軽に見れるような全然価値が違います。もうあっちは本当価値が、本当価値がありました。それこそ2000年代とかまあ DVD にまあ変わりで、まあ、その AV コーナーで DVD を借りると。まあでもそのツタヤとかもでも最初はビデオテープですよね。ビデオ、そうですよね、はい、そう全ビデオは結構ずっとビデオで、僕いまだにあの大学時代に、はい、そう友達同士でいい AV ビデオを貸したりした友達に、あで帰ってこないから早く返してよそれが多い、先輩に全然返さないからとか、はいはいはい、そういう思い出ありますね。一本を厳選するというか、結構その選ぶ手間っていうのが今は逆に楽なので、うん、ちょっとそれにかける情熱っていうのはちょっとやっぱ渦巻いてきてるかなっていう印象はあるんですけれども、うん、ボキさん自身はどうですか、その AV に対するその思いというか、その自分がまあ一般なユーザーとして考えた時にそこの移り変わりという点に関して、あ、まあ、そうですね、やっぱり昔の方がより厳選してたし、単純なものでもすごい興奮してました、ね、生々しさっていうのは絶対今より昔の方がありますよね。あ、まあ、僕の業界にいる立場として、はい、昔ってそれこそ1万5000円で60分の作品撮ってたんですよ、はい、それを60分の作品を撮るのに4日間かかってたんですよ。あ、はい、まあ、当時レンタルビデオ店って一番多い時って多分2万点ぐらいだったんで、例えば、はい、その1万5000円の作品が、まあ、1店舗に1本あったとしてももう2万本売れるわけじゃないですか、ね、はいはいはい、すごい、はいはいはい、でも今って例えばセルとか動画配信でも、まあ、せいぜい2000円前後じゃないですか、うんうん、で今売れてもせいぜい何千本、まあ、何千本売れたらもう今大ヒットに近いので、やっぱりその辺のその価値観の移り変わりってやっぱりすごい変わっちゃったなと思いますね、うん、本当昔はね、それこそなんとか苦労して手に入れて、はぁ、あ、って感じでしたけど、今はもう、面白くねえ、はい、これ、みたいなね、そういうのがあるんで、その辺の差はやっぱりだいぶあるんだろうなと思いますね。レンタル中の札が立ってて、いつ行っても借りられないとかあった、ありましたね。あった。そうですね、ずっとレンタル中の作品って、なんか、そんな興味なくても、なんか見てみたら、そう。これすげえんだろうな。僕ちなみにレンタルビデオショップで、はい、10代の頃バイトしてたことがあったんですね。お客さん、まあ、入ってきてすっごい長いんですね。1時間出てこない人とか結構ざらにいてやっぱ厳選するんですよね。その新作とか旧作とかある中でもやっぱそれを一つを何を借りるかっていうところちょっとすごい悩んでやっと出てきて、でこうレジに出した時には普通の DVD でこうサンドして間にこれ入れてるみたいな。あとよくあるのが、あ、これいいなと思って借りたら、あれこれ前見たそれはもう借りちゃったりとか、新作で借りといて旧作になって借りちゃうみたいなね、ありますよね。僕これ今回この企画決めていろいろ調べていた中でビニボンっていう言葉がよく出てたんですけど、ビニボンって何ですか。よく知らない多分我々も世代的にもちろん上、あ、そうなんですね、はい、ちょっと違うんですね。あの、はい、いわゆるその、まあ、ビニールカバーかかってたんですけど、はい、いわゆるあのそんなに修正がされてない本です、ね、濃厚な部分が絡みとかが映って、はいはい、裏物っぽい感じ。エロ本ってやっ見てました、先生と向きさん。エロ本は中学ぐらいかな。スコラっていう雑誌ありましたね。あれよく見てた、はい、まあでもスコラとかゴロってどっちかっていうと、はい、あのグラビアみたいな、あ、アイドルも出てる、ね、はいはいはい、はい、でもそのセックスのハウトゥーとか結構載っててめっちゃ勉強したの中学時代。いや日本で勉強したの。でもなんかハウトゥーっていうと僕の場合だとホットドッグプレスとか、あー、ホットドッグ、あ、でもホットドッグプレスがなんか本格っていう実践ですよ。ちゃんとでしょ。なんかもうスコラのそのセックス特集はもうひたすらタイとかなんかもう言いましたよ、そんなやらねえだろっていうタイばっかり載ってた気がしますけどね。あと、まあ、今ちょっともうダメだと思うんですけど、はい、結構中学生とか高校生が見るぐらいのいわゆるアイドルが載ってるようなちょっとちっちゃめの、はい、まあ、ボムとかダンクとかって ありましたね。あの辺でも結構エロページとかなんか投稿ページとか、なんか隠し撮りとかもありましたよね、隠し撮った写真とかも、あったあった。今じゃ考えられないね、まあ確かにやっぱり全然違いますもんね。そのテレビ、それこそその夜やってるテレビ番組とかの、うん、っていうかテレビで AV とか
やってましたね。11PM っていう番組があって、はい、AV 特集とか行ってやってたから。それは作品を紹介してるんですか？作品を紹介する。ランキー A1。普通今夜の11時ぐらいに普通に喘ぎ声が出る映像が流れてたんですよ、AV 紹介で。そこでも壊してたんだ。あ、はい、他にもいっぱいありましたよ。オールナイト富士とか。あ、名前聞いたことありますね。あと、はい、海賊チャンネルとか、はい、トゥナイト2とか。トゥナイト2聞いたことありますね。あと、関西圏だと大人の昔は普通の2時間ドラマとかでもなんか温泉ものとかつって結構女の子がキャーとかつって裸で、ああ出てました出てましたね、普通に10時代でも、ね、古谷一行と健太郎が出てた途中ではやってたんですけど、それがいつの間にか出なくなりました。まだ僕多分中1ぐらいなんですけど、毎度お騒がせしますって昔あって、ああやらしかったですよね。あれすげえちょっとエロかったですね。でももう今ああいう多分無理じゃないですか。基本的に9時以降はちょっとエロめだったから、時間帯が子供は9時に寝ない、9時でテレビ終わりって決まってたから、はい、なるほど。まあ、VR とかもまあちょっと今後もまあいろいろちょっとリサーチしてみたいと思います。はい、多分ね、でもあと数年すると多分 AR の作品が出てきそうです。 AR っていうのは、はい、というのは風が吹けば風が吹くっていう。 AR ですか？はい、はい、実際になんか潮を書いてると潮が、はい、割ともう近い近未来があるかもしれないですね。多分5年とかペニスにはめてね、そうなんかはめて、実際になんか自分がハマってるような、そう感覚的に、もう今そこまで、もうこっちつけてここにもはめるみたいな、そこまでし射精したいかって話なんですけど、家で。そうそう。でも怖いのはだからそっちの方が良くなっちゃって、あの、まあ、もう実際の女性の方に興味がなくなるとか一番怖い。そうですね。そういうぐらいですね。便利すぎるのもちょっと考えものっていう感じですかね。うん、はい。まあただまあこの元神チャンネルもですね、今後もまあアダルト業界のさらなる発展をですね、はい、もちろん願っておりますので、ボキさんも今後ぜひ頑張ってください。次の企画もお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。クリニックにご来院いただければ僕が全部担当します。お気軽にお問い合わせください。チャンネル登録、いいねボタンもぜひお願いします。